どうも、こんばんは、エネムです。今回は、24区ランキングの最終ボス、トーカー、霧島兄弟ですね、全属性やっていきたいと思います。で、まあ、使っていくのは、今回週末有馬ですね。前回断罪有馬と、メインフォロー、サーブナルカミかなでの、短期確実に勝てる方法みたいなやつを、アップしたと思うんですけど、今回は週末有馬の方をね使ってやっていきたいと思います。まあ、この週末有馬なんですけど、メインクイーン家にカジリですね、ラボで交換できるカジリをフル覚醒させたのをメインに持たせて、サブにカジリを持たせてます。まあ、それはおいおいちょっと説明していきたいんですけど、まあ、カジリ楽しいですね。毎ターンスキル打てますし、スキル範囲も広いですしね、まあ、早ければ3ターンで決着をつくっていう、まあ、なんでカジリ採用したかっていうと、最後に自分にかけるバフが強力でですね、まあ、大体の敵じゃないか、大体のトーカーなら3ターンで終わらせる。これってなんか敵行動開始に1ターンとか引いちゃうと、ああちょっとやばいなって時あるんですけど、まあその時でもね、バフをかけて、最後の強力なバフかけて、しっかり壁役をミスらずにやれば、3ターンで勝てますね、多分ですけど。まあ僕ミスるんでね、そういうこと言った時は大体。これ有利属性なんで、ミスらなければ、最後のバフのとこで終わると思いますね。まあ、ミスったらちょっといつもみたいに逃げるんですけど、角っこに。ここかな。まあ、難しいのは最初のここですよね。この壁役ちょっと神経使うんで。さあ始めよう。で、一回使います。いいですね。この負傷も結構、ミソですね。壁役で相手負傷させられなかった時にスキルで負傷させとくことができるんで、ここもむずいんですよね。ちょっと左のポールの、中心より若干右にずれるぐらい。ここだと中心じゃないですか。これぐらいなんですよね、多分感覚的に。で、トーカにバックアタックで、トーカ倒すと。あ、ごめんなさい、3ターンじゃないですね、4ターンですね。1回目スキル使わないで、来るんで、おそらく4ターンで倒せる。1回ここでアヤトにバックアタック、あ、バックになんないかな、今のなった。バック当てて、で最後のバフを使って、さあ始めよう。これね、段数とかあるんですよね。まあ、フォローのチャージみたいなもんなんですけど、カジリはダンス、ここですね。まあ、おそらく倒せるでしょう。はい、まあ今の有利属性だったんで、多分倒せたんだと思いますね。まあ、フリー属性なら多分アヤトが有利属性になってくれるのかな、逆に。はい、ということで、今のトーカ質属性でしたね。じゃあ次行きましょう。はい、トーカ A 属性ですね。じゃあお次は A 属性ってことでいきますか。あのやっぱカジリって、あの範囲の中に入ってるやつ全員食らうのがいいですよね。今ちょっとカジリでプレイヤー周回、プレイヤーのね、あのランキングのとこ強敵出るまで周回してたんですけど、やっぱ強いですカジリ。普通にフォローより使えると思うんですけどね、ランキングに関しては。まあ、カジリを、サブにつけてる理由なんですけど、確かサブにつけてあいつのサポート能力、サポート効果っていうんですかね、が確か範囲 40% のバフと、確か範囲が広がるとかなんとか。まあ、カジリをサポートにつけてない状態のカジリのスキルをまだ見てないんで分かんないんですけど、まあだいぶ広がってるんでしょうね。フォローだと確かチャージしないと範囲中のやつ全員食らわないから、その点カジリはいいですね。まあ、火力的には負けてるのかな、フォローに。確か、カジリの火力が1780ぐらいだったのかな。それより100高いのがフォローで1840ぐらいだったかな、フォローの攻撃力。まあそれぐらいだと思いますね。これも入りますね、ギリギリ。いや、いいですね、カジリ君。
で、これでアヤト倒すと。で、次バフ使ってトウカを倒すと。トウカを倒すときは多分壁役しなくてもいけるんじゃないかなと思いますけど、やっぱこの上を行ったり来たりすることで、ね、ずっと壁役しながら常にバックアタックを与え続けられるんで非常に楽しいですね。はい、ということで永続性トウカもサクサクっと、週末かじりで倒すことができました。じゃあ次はなんだっけ、剣属性かな、剣属性のトウカ頑張って出しましょう。やっとやっと出た剣属性。もう1時間ぐらいかかったんだけど剣属性出すのに。よし、やって、あー、はい、やっていきましょう。なんか今回のランキングは UR クインキケースが、頑張れば手に入るんでね、皆さんすごい頑張ってますけど僕全然走ってないですね。トウカにたどり着いたのだって昨日、多分昨日だし、ああ全然鳴神の余裕が感じられるわ。なんで俺あんなフレンドで出たんだろうな、フレンドガシャで 0.8 だっけな、 0.8 って、さあ始めよう。まあこればっかりは運だからな、出るときは出る、出ないときは出ない。っていうかフレンドガシャに追加されないんですかね、何も。さすがに地位者とかそこら辺は追加されたら困る、困るっていうかあれだけど、どうしようこれ、逃げた方がいいかな。あーこれ微妙に浅いか、あ、いけたわ。で多分次のスキルでこう10日倒れる、で俺が奥に逃げるだな、これこれちょっとあれですね、奥に逃げます。やっぱりねルーレットでターンが多いターンが引けないとあれなんですよね。あ、これやばい、壁役しちゃうな。こうか、こうだな、こう浅めに入って、あ、ちょっと浅くすれば奥のフェンスに、フェンスの向こう側に行ってカカカカンぐらいだろ多分、勘だけど。あ、だよな、まあ、ここならねフェンス2枚噛んでるんでアヤトは走ってこないんですよ。トウカの1、トウカを残した場合ですね、ここは死にますね、このポジは。なんで必ずトウカを先に倒すように、仕向けないとね、やばいんで。あー、これ当たるかな、バックに、バックアタックにはなんないだろうなこれ。あー、ギリなったか。ほんとちょうどぐらいな、は、体半分向こうに行ってみたいな。あー、どれぐらいだっけアイドの体力。あー、これダメだな、逃げよう。まあ、ここもね壁役、後ろの壁に壁役すれば向こう側にはいけるんで。これあれかな、うまく作ってんのかな、こういうサイクルができるように。もしかしたら作ってんのかもしれないですね、考えられて、この壁の位置とかも微妙に調整しながら。それかたまたま見つけたか。はい、ということで全属性でした。まあ、かじりド安定ですね。まあ、全然フォローでもいけるんですけど。ああ、もうちょっとランク上がりそうだな。ということでお疲れ様でした。また次回の実況でお会いしましょう。風が強いですね、今日は。